はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は配信1500日記念スペシャルガチャを引いていきたいと思います。野球マン5号みやびちゃんがデビューキャラとなってます。で、まあ、ざっとネットの方でテーブルを見てみたところ、まあ、かなり、強いテーブルになってましたので、まあ、ぜひともね、野球マン5号欲しいと思います。一応50連で SR 以上のみやびちゃんが1枚確定してて、70連まで引きますとバナー PSR ですね。バナーキャラは野球マン5号みやびちゃんと王子佐伯さんと、二宮の別バージョンになってますという感じなので、まあ、70連まで、引いていきます。まあ、あとは60連目で配信1500日記念 SR 選択権とかがついてたりします。で、一応厳選30キャラのみということなので、まあ、どんなキャラがいるのかと言いますと、まあ、野球マン5号でピックアップ2で、王子佐伯さんと、二宮の別バージョン、あとジェントル東雲とかこう来て、まあ、アンサーがいるでしょ、闇野もいるでしょ、でクロセーラーもいて、普通の佐伯さんもいるんだよね。であと一応神楽坂くんもいたりして、神楽坂くんね、ちょっとやっぱりもう下火にはなってるよね。得意練習これで2種類とかあると神楽坂くんまた輝くと思うんだけど、あと堂上もいて、虹谷もいて、レイリーもいて、矢部くんもいると。矢部くんなんでいるの、多分覚醒してからいるんだろうなという感じですけれども、一応こんな、キャラになってます。まあそんなわけで、こっちのガチャを引く前にこれがある。配信1500日記念無料10連ガチャ PSR1 枚確定というわけで、厳選30キャラのみ、これもちょっと見ていく。エプレミちゃん、ユニフォーム相良さん、ユニフォームビビちゃん、ナゴミちゃん、ギャネンドラ、ランスロットと来て、あとなんかめぼしいものは、どうだろうね。なんかすげえいいキャラってわけではないけど、まあそれなりのキャラがいるっていうところですかね。まあエプレミちゃんとか、俺はもう PSR プラゴンになっちゃってるんで、まあただね、エプレミちゃんとか出れば結構いいとは思います。持ってない人とかはね。まあそんなわけで、まずは景気づけにこっちを引いていきましょう。まあ、PSR だからね、そりゃ虹とかは出るっしょっていう。1枚、おお、相良さんの PSR。 相良さんもね、通常バージョンどんだけあったかな、なんかもう分からんけど、まあ、一応補給上限があるんで、出番が全くないってことはないと思うけど、そんなに出番はないよね。じゃあこっちの方に行きましょう。じゃあ10連目いきます。あれ、10連目ってなんだっけ。特に何もなさそう。これは期待薄。あ、でも2枚入ってる。さすがピックアップっていうか2倍。いや、虹谷はね、もう PSR プラゴなんですよ。で、降臨虹谷はもう全く持ってないですね。あ、とりあえず野球マン5号。でも野球マン5号ってさ、 SR1 枚あればもう普通のみやびちゃんとか、まあ振り袖みやびちゃんとかももうぶっ込んじゃっていいよねっていうレベルだと思うんで、まあ、正直ね、母体が1枚確保できれば SR プラゴには持ってけるんですよね。例によって PSR が、まあ、ゲットできるかどうかっていうところが一つの鍵で、20連目特にまた分かんねえ、チェックしてねえや。そのままガンガン引いてるけど、シドレミちゃん、だエプレミちゃんはプラゴだから、もうシドレミちゃんはエプレミちゃんのもう完全に餌だからね。まあ、アンダ製造機が確定っていうのはあるけど、まあ、新アンダ製造機を無理やり取りに行くのかって言われるとちょっと微妙なところはある。どうしても固有がついてないんでね、通常のシドレミちゃんは。でここはバナーSR、 30連目は。あれ、 PSR の二宮が出た、やった。まあそれはそれで嬉しい。神楽坂君もちなみにもう PSR プラゴなんですよね。で佐伯さんはもう全然ないから、ここで
応佐伯シリーズが3枚出てくれたのはかなり嬉しいかな。っていうか二宮が出たのはかなり意外だったな。まあ、野球マン5号でもよかったけどね。PSR 枠。PSR 枠ではないから。だからこれもバナー枠が PSR だったっていうわけだから、それ考えるとね、佐伯さんが欲しいんだよね。もう王子佐伯さんとか全然ないから。やっぱりね、守備上限アップが被っちゃったりすると、まあ補給上限アップの佐伯さん入れたいなっていう時はあるんで。また二宮。でも二宮も俺全然解放してないんで、二宮が出てくれるのは全然いいっすね。で、ここは野球マン。出現率2倍。最初だけだったな、聞いてたの。全然入ってない。はい、持ってます。二宮の PR が2枚。アーサー。ここはなんか二宮地獄だな。二宮をどこまで上げられるか。で、60連目。ここは SR 確定の選択権が1枚ついてきますと。あ、虹が来た。キラーンはなしか。もう一回 PSR 出てるからね。よし、王子再起。やっぱ最低でも SR のプラグ王じゃないとね、ちょっと佐伯さんは火力不足になっちゃうんで。りょうちんいたんだ。北雪組はいたっけ。なんかせっちゃんが下から2番目に乗ってたからな。北雪組はいそうだな。で、ここが、バナ PSR いきます。はい、まあ、特にないけど、その確定してるから、確定してるから安心。二宮これ二宮かなりレベル上がりそうだな。矢部くんが最後に PR で出てきた、というような感じでした。ということで、確か野球マン5号も PSR プラゴで練習効果30がつくんだよね。てかみんな似たようなテーブルか。まあ、二宮も佐伯さんもみやびちゃんも。ということで、まあ、とりあえず今回は、二宮のレベルがかなり上げられそうな、感じなので、まあ、解放は裏でやっていきたいと思います。アニバーサリー1500日記念のこの3回限りのやつは引いてないんだよね。まあ、道上くんはね、確かに欲しいっちゃ欲しいけど、ちょっともう3回引く余裕はないんで、まあ、このまま。あ、でも20連目に SR の大丈夫博士像があるんだ。それちょっとあまり気づかなかったな。うん、まあちょっと悩んときます。という感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。